皆さん、こんにちは。小森です。今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。今日はレッスン41、第41課に出てくる New Vocabularies 進出語彙です。では、始めましょう。はじめは動詞です。Words。はじめは日本語の後に英語で意味を言います。それで1回全部やって、2回目は、日本語だけを、英語の意味をつけないで日本語だけを発音しますので、英語の時にはしっかり意味を、覚えてください。そして2回目では発音を真似して、繰り返して真似して覚えてくださいね。では行きましょう。いただきます。receive。humble form of もらう。receive。いただきます。くださいます。give。honorific form of くれる。やります。give to a younger person or subordinate。この、違いは、もらいます。くれます。やります。あげますですね。もらいます。あげます。は7か。7かで。それから、くれますの使い方は24かで。もう一度復習しておいてくださいね。ちょっとこれだけでは分かりにくいですからね。招待します。invite。親切にします。be kind of。一度。いただきます。receive。humble form of もらう。くださいます。give. honorific form of くれる。やります。give. to a younger person or subordinate. 招待します。invite. 親切にします。be kind of. 丁寧な。polite. 珍しい。unusual. 息子。my son. お子さん。other person's child.息子さん、other person's son。犬、dog。猫、あ、猫、猫、cat。おもちゃ、toy。丁寧な、polite。珍しい、unusual。息子、my son。お子さん、other person's child。息子さん、other person's son。犬、dog、猫、cat、おもちゃ、toy、自転車、bicycle、着物、これ日本語がそのまま英語の意味にもなってますね。着物も有名ですからね。着物、clothes、テレホンカード、telephone card。ホームステイ、お礼、または礼、thanks、踊り、dance、お寺、または寺、temple、これは、に何か、何、or、joins two nouns and indicates alternatives。もう一度。自転車、bicycle。着物、clothes。telephone card。ホームステイ。お礼、thanks。踊り、dance。お寺、寺、temple。何か、or、joins two nouns and indicates alternatives。では次は日本語だけです。日本語のネイティブジャパニーズの日本語の発音の言い方。日本語の発音はアクセントがつきません。ちょっと高い低いがあるイントネーションだけですから、このイントネーションをしっかり繰り返して自分の身につけてくださいね。覚えてくださいね。いただきます。
くださいます。くださいます。やります。やります。招待します。招待します。親切にします。親切にします。丁寧な。丁寧な。珍しい。珍しい。息子。息子。お子さん。お子さん。息子さん。息子さん。犬。犬。猫。猫。おもちゃ。おもちゃ。自転車。自転車。着物。着物。テレホンカード。こういうカタカナで書いた外国から来た言葉は、一つずつ丁寧に読んでください。アクセントをつけないで、一つずつ。テレホンカード。こう伸ばすね、プロロングですね。テレホンカードと言います。テレホンカード。一個ずつ読みます。プロロングも一つと数えて、一つずつ読みます。ホームステイ。ホームステイ。お礼、または礼。踊り。お寺、または寺。か。何々か、何々。というふうになります。これで第41課の新出語、ニューボキャブラリーズを終わります。皆さん、何回もこれを聞いて、そして繰り返して練習して、発音を自分のものにしてくださいね。今日もこまりの授業を聞いてくださってありがとうございました。Thank you for watching.、登録の方もよろしくお願いしますね。Please subscribe. ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。